B レジェンド上野です。今回はまた東京に来ておりまして、錦糸町のビヨンドさんで、撮影をさせてもらってます。で、今日一緒に撮影をしていくメンバーなんですが、この4名と撮影をしていきたいと思います。じゃあそれぞれ皆さん自己紹介を、カメラになってよろしいでしょうか。じゃあ母さんからどうも、はじめまして。新宿2丁目最強の丸く、剥がせるんです。よろしくお願いします。あ、そういう挨拶あるっていいですね。そうですね、なんかこう、最初になんか、ね、そうあるとね、何もなんかな、ちょっと。すいません、JB リーグでボディングレートフィジークやってます、東って言います。よろしくお願いします。東さんは東で通じるんですか？やっぱこんがりの方が通じるんじゃないですか、ね、アカウント名一応変えたんですけど、未だにこんがりさん、こんがりさんって言われるんで。我々の中でやっぱりこんがりこと、東ですくらいな感じの、なんかやっぱりまだイメージ根強いですよ。だってこんがりさんっていう風に声かけられるのが多いですね。多いですね。あのね、東だと迷うんですよ。アズマなのか東なのか。それがビーレジェンドさんの動画で僕アズマって言われてました。あ、そう、そこは本当にすいません。大変失礼しました。大変失礼しました。人前の指摘で気づいてちょっと失礼いたしました。じゃあ続いて。去年の全日本ジュニアグリベレーに乗りまして、ノートセアとします。高校時代はウェイトリフティングをやっていて、今年も大会出ますのでよろしくお願いします。はい、フィットネスビキニの大会に出ています。サエです。よろしくお願いします。はい、という4名なんですが、めちゃめちゃ濃い4名が今回、揃いました。すごく、本当に皆さんお忙しい中、ありがとうございます。びっくりです。すごく光栄でございます。で、今回その東京に来てた行き先なんですが、この撮影をする前日まで、スポルデックに、ビレジェンド出展をしておりまして、まあその時に、東さんと、今日、サエさんには、ブースをお手伝いいただき、まずありがとうございました。おかげで3日間非常に大盛況でして、すごくもう今の段階からもいいレスポンスというか、SNS 等で上がってまして、またね、何かちょっと機会があったり、来年の件とかね、ありましたら、またぜひ、ご協力、もちろんよろしくお願いいたします。で、来年がね、オリンピックの兼ね合いで、多分ね、6月くらいになるんじゃないかという話になりますので、まあ、早めにできる限り、ご連絡差し上げますので、ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、まあ、このメンバーで、筋トレだったり、まあ、筋トレ以外の面も含めてなんですが、いろいろ、お話を聞いていきたいんですが、どういう切り口か、ちょっと困るくらい、今、正直、濃いかな。で、誰か、なんだろうな、何から聞こうかなと思うんですけど、あ、で、今、コンテストシーズンなので、まあ、今シーズンどういうのに出るか出たかみたいなところも、皆さん教えていただけたらなと思いますし、まあ、もしよければ、もう終わった試合だと、まあ、戦績みたいなところも、ちょっといただいてもよろしいでしょうか。じゃあ、母さんいかがでしょうか。はい、私は、先週試合があったばっかでして、はい、7月7日に行われたマッスルフェスタ、横浜大会の、のボディビル部門に出場いたしまして、まあ、結果的には2位、準優勝みたいな形で成績を出すことができたんですけど、もうあまあまあでしてね。93キロで出てきました。3ヶ月前と比べて、体重増えちゃってるなって。3ヶ月前減量してるにもかかわらず、増えるっていうのは、どういう、こう、はい、経緯をたどって増えたんですか？そうですね。一番絞れてたのが4月でしてね。はい、で、まあ僕、もう食べるのが大好きなもんで、調子乗って食っちゃうと食うわけですね。はい、で、増えたと思って、2日後ぐらいにまだ食いたいなと思って、食っちゃおうと思って食って、コンディションがどんどん崩れていって、もう体重計に乗るのがですね、嫌になってしまって、すごいわかります。5月の頭から、もう測らないで、もう、とにかく切り食いは1週間我慢してくれと。で、もう減量食を1週間、6日間続けたらもう食っていいから、とにかく1週間耐えてくれっていうふうに過ごしてたら、増えてました。コンディションを
はい、4月には一旦、まあ、あったコンディションを3ヶ月じわじわ崩し続けて崩し続けて当日を迎えた、そんなイメージですよね。はい、そうですね。その間、まあ、鏡を見て、まあ、確かに変わんねえなとはなんか見た目変わんねえなと思ってたんだけど、多分それだけだったらもう嫌になってたんですけど、うん、なんか扱う重量がですね、なんかどんどん伸びてって、まあ、今思えば、まあそりゃ体重増えてるから当たり前かとは思ったんですけど、そう、まあ扱う重量が伸びていくもんで、それが楽しくて続けることはできたんですけど、バルクアップして出ちゃいましたなんかもう口から出るエピソードがちょっと規格外すぎてですね、なんかこうやっぱりそれゆえのこうバルクなのかなって、かなりそうです、ね、ルーズですね性格は、まあ、時間もそうなんですけどいやいや、まあ、自分からそこ切り込んじゃうとあれなんですけど、まあ実はですね、あの以前東京でもこの撮影をした時に、あれがね東京オープンの前日ですかね、ゴールデンウィークの真ん中、その時も東さんとあの京都さんにはあの撮影ご協力いただいてたんですが、実はそこにねあの M フィットネスさんも加わって、で博多もその時オファーしてたんですけどであの集合時間にあのまあ原さん以外は全員、まあ、何の問題もなく集まったんですけど、あの時って時間間違いでしたっけ？日にち間違いです。日にち間違いで、もう日にちを間違えてたもんだから、集合時間の時にまだ家だったんですよね。家でした。で、連絡が来てですね、はい、まあ明日のはずなのに、なんかいきなり集合時間、あ、今どこにいますかって家本来るもんですから、もし、え、なんか急に会いたくなったのかなと思って。急にはいはい。で、なんだ、あい、どこにいますかとか、ね、落ちてくるのもんね。そうね。家ですけどって。そうですよね。撮影って、はいはい、ことで、あ、しまったってことで。いや、その時の気持ちはね、もう、想像したくないですね。悪夢のよう日にち間違いのね。本当失礼いたしました。いやいや、とんでもございません。もうそんな中、こういうふうに今回落としていただき、ちょっと時間の方も我々もちょっとね、大丈夫かなっていうところで、ディレクターないことはなかったですよね。でも今回はね、ありがとうございます。はい、お忙しいな、本当に。ありがとうございます。東さんはいかがですか？今シーズン、自分はまだ出てないんですけど、8月11日の日本クラシックボディビル選手権に出て、8月31日と9月1日のオールジャパンメンズフィジークの一般と23歳以下の方に出て、でちょっと今のところ予定が空いてたので、東日本選手権のジュニアと75キロ超級にも出て、で10月14日日本ジュニアボディビル選手権で今年は終わろうかなと思ってます。かなりこう試合結構詰め込まれましたね。詰め込んだつもりはあんまりないんですけど。そうですか。なんかこれ別の方、それこそあのライターの藤本和正さんとお仕事する中で聞いたんですけど、はい、試合の日終わった後にゴールドジムで普通に筋トレするらしいです。あ、言ってますね。なんかそれもそんなやっぱり若さゆえか、いや若さゆえじゃ説明つかない元気の良さっていうか、いやいや普通しないですよね。いやでもなんだろう、予選落ちした時とかは本当に悔しくて、あ、去年とかは、あの関東クラス別選手権が茨城だったんですけど、はい、全然仕上げられずにもう普通に予選落ちしてしまって、もうそれが悔しくて、どうにかしなきゃいけないと思って茨城からすぐ帰って同じジムでトレーニングしてっていうのをしてって感じでした。そういうことなんですね。羽賀さんどうですか、試合の後トレーニングするとかあります？試合の後は飲み行きますね。やっぱそうです真っ先新宿2丁目行きますもん。朝まで飲んで、寝過ごして、小田原まで行っちゃうみたいな。何回かやるんですよ。60キロぐらい寝過ごしちゃうみたいな。ちょっとなんか、原さんのエピソード一つ一つちょっと重たいっすよね。ドスドスきますね。ありがとうございます。まあいいや。まあいいや、ね、ちょっと待って、ちょっと待って。朝帰りして、またその日一日食っちゃうみたいな。ああ、もうね。止まらないですね。いいですね。なんかその、羽賀さんの試合後の一日とかちょっと面白そうじゃないですか。もしよかったらカメラ同行させてもらって。ああ、ぜひ。はい。投げ食うのかな、こんな。で、東さんそうですね。8月11日はね、名古屋日本クラシックで、まあ、ご一緒させていただくというか、180センチ超級で、ということになるということで。
その際はよろしくお願いします。ちょっとやっぱりこの5月の段階だったりスポルティックの段階を、まあ、私だけだとしだけだと非常に恐縮なんですけど、やっぱり意識はしてしまいますね。しますね。そうそう。思いっきりしてますね。同じ階級だしと思って、少しちょっとなんか、牽制試合じゃないですけど、ちょっとそういう空気があったりなんですか。いや、でもやっぱり試合出てくれる分な、なんか楽しみっていうのはありますね。いや、でも本当にそこは心強いというか、なんか楽しくできそうかな。というふうに思いましたし、なんかその辺は今からだと、あ、もうちょうど1ヶ月くらいですかね。もうちょうど1ヶ月聞いてましたね。あ、今7月12日ですもんね、撮影そうですね。あ、じゃあもうまさにですね、その1ヶ月後、ありがとうございます。ぜひ、楽しく過ごせればと思います。よろしくお願いします。じゃあ、先ほどちょっとまあお話はいただいたんですが、ヘノントさんも、あの、今シーズンのお話少しいただいてもよろしいですか。はい。今年は、もう7月15日の東京プラス月が、3日後とか。そうですよね。ありまして、で、8月の25日の東京ゴリビル選手権、まあ、出て、そこで、一番絞った状態で出ればなと思ってまして、で、10月のジュニアゴリビルも出たいと思ってるんですけど、ちょっと減量期間が長くなりすぎて、なんか筋肉量が減っちゃうっていう不安が、なんかあって、ちょっとどうしようかなって思って悩んでる感じです。ちゃんとプラス別と、東京ゴリビル選手権は出る予定ではいます。なるほど。ミスター東京っていうやつですよね。そうです。今それ、この年で取ったら最年少になるんですかね。どうなんですかね。最年少です。そうですよね。前が、須山翔太郎選手の21歳か22位が当たり。そうか。そうですよね。10代で取る。いや、18歳が8月なの。あ、20歳が。20歳になってしまう。あ、でもすごいな。いや、なんかその辺で言うと、やっぱり今日ここのジムに、まあ、このメンバー、まあ、浅井さんは、勤められているので、あれなんですが、まあ、最初にいらっしゃってたのが、榎本さんで椅子に座ってらっしゃったんですけど、なんか椅子に座っているその、なんか造形からやっぱりこう、この世のものとは思えないんで、なんかやっぱりこう、ね、金量がその服をなんか突き破ってるじゃないですけど、服の意味がなんか半分ないような、なんか裸で歩いてる方が、みたいな、それくらいな、気痩せしちゃう。気痩せしてこれですもんね。いや、でも気痩せしやすい方だと思います。ジムでよく見てます。そうですか。あ、そうか、ここが同じジムなんですもんね。そうか。いや、でもね、これは東さんにもちょっとお伺いしたいんですけど、同じジムで、榎本さん一緒にやってたら、やっぱバルクすごいじゃないですか。それを見て、モチベーションとなるのか、ちょっと、やってられるかの、ちょっとこう、落ち込みになるのかというと、どんなもんですかね。どっちもですね。てか、本当に榎本くんを見て、俺も頑張らなきゃなっていう思う一方で、自分の体を見るのが嫌で、最近は全然自分の体とか立たなくなったし、鏡もあんまり見てないんですよね。ああ、そういうことですか。なるほど。じゃあ、サイさんいかがでしょうか。私は今年JBBF の大会ではないんですけど、ラスベガスで行われる、9月に行われるオリンピアアマチュアのビキニのカテゴリーで出ようかなと予定しております。いや、ラスベガスっていうところですね。オリンピアっていうところにアクセントがきますね。その辺がやっぱりこう一気にその辺でもう世界で活躍されるんだなというところが、なんか改めてすごいなという挑戦するのはもう誰でも出れるんで。そうか、とは言いますえ、今回が、でもあれですよね、国際戦自体は以前に、ね、そうですね、世界ジュニアに2年前に出ていて、あと日中韓の親善大会で中国に一応行ってます、はいはい、そうか、アメリカでの試合が初めてです。初めてです。いいですね。そのアメリカでの当選手の活躍を、ね、注目したいなというふうに思います。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい。まあ、こんな感じで、大会皆さん、個人で出られるような感じなんですけど、どうですかね、なんか、今ざっくりと。